皆さん、こんにちは。今回は芸能界を揺るがす大きなニュースについてお伝えします。人気グループカトゥーンのメンバー中丸雄一さんの不倫疑惑とそれに伴う謹慎処分、そして長年旅サラダの顔として親しまれてきた神田正輝さんの番組卒業、この2つの出来事が思わぬ形で交錯することになりました。まず中丸雄一さんの不倫疑惑から見ていきましょう。8月7日、文春オンラインが衝撃的な記事を配信しました。それによると、中丸さんが橋本環奈さん似の女子大生とアパホテルで密会していたというのです。この報道を受けて、中丸さんの所属事務所スタートエンターテイメントは、公式サイトで謝罪文を発表。中丸さん本人も、軽率な行動により関係各所に多大なるご迷惑をおかけしていることを大変申し訳なく思っておりますと謝罪し、謹慎することを明らかにしました。このニュースは芸能界だけでなく一般の人々にも大きな衝撃を与えました。なぜなら中丸さんは今年1月に元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈さんと結婚したばかり、新婚ほやほやの身でこのような行動を取ったことに多くの人が失望の声を上げています。 SNS 上では幻滅した、奥さんの顔が浮かばなかったのといった厳しい声が相次ぎました。一方で早く戻ってきて、大反省して許してもらえたらまた戻ってこいと復帰を望む声も見られます。中丸さんの人気の高さがうかがえますね。さてこの騒動は中丸さんのレギュラー番組にも影響を及ぼしています。特に注目されているのが土曜日の朝に放送されている朝だ生です旅サラダです。 ABC テレビは中丸さんの活動自粛について番組としても重く受け止めています。当面の間出演を見合わせる予定ですとコメントしました。ここで問題になってくるのが旅サラダのもう一人の主役神田正輝さんの存在です。実は神田さんは今年9月28日の生放送を最後に27年半勤めた司会を卒業することが決まっていました。つまり中丸さんの謹慎により神田さんの最後の放送に中丸さんが立ち会えない可能性が出てきたのです。ハイカラビデオ。神田さんの卒業は番組にとっても視聴者にとっても大きな節目、その花道を飾るはずだった放送にこんな形で影が差すことになってしまいました。ある民放関係者は功労者の神田さんに対して良い形の花道を模索していたはずなのにと嘆いています。神田さん自身はこの騒動についてコメントを発表していません。しかし最近の神田さんをめぐっては別の噂も出回っていました。それは神田さんの激痩せと重病説です。確かに最近の神田さんは以前に比べてかなりスリムになっていました。しかし神田さんはこの噂を真っ向から否定、健康状態に問題はないと明言しています。それどころか神田さんは旅サラダ卒業を前に実家を手放していたことが明らかになりました。これは新たな人生のショーを開く準備をしているようにも見えます。長年慣れ親しんだ番組を去るのは寂しいはずですが、神田さんは前を向いて歩み続けようとしているのかもしれません。一方中丸さんの今後については不透明な部分が多いです。旅サラダ以外にも日本テレビの週一や家事やろうなどのレギュラー番組を抱えている中丸さん、これらの番組関係者も困惑を隠せません。ある放送作家は中丸さんは安定した視聴率を得ている人気番組にレギュラー出演していて認知度も高い、もちろんアイドルタレントとしてもファンは多く好感度もかなり高いです。それも小さい子からお年寄りまで幅広く好かれていますからと語っています。だからこそ今回のスキャンダルの影響は計り知れないのです。特に旅サラダは土曜の朝の放送で視聴者は主婦層やファミリー層が多いと言われています。世間的にも既婚男性の女性スキャンダルに対する逆風はかなり強いため、中丸さんの復帰には時間がかかるかもしれません。さらに中丸さんの謹慎により旅サラダの今後の展開にも影響が出そうです。神田さんの卒業後は新 MC は置かずに松下奈緒さん、勝俣州和さん、中丸さんのレギュラー陣の継続が発表されていました。
しかし、中丸さんのレギュラー継続も危ぶまれる状況になっています。この騒動について、ネット上では様々な意見が飛び交っています。X では、中丸は旅サラダ降板かな。ラッシャーさん戻そうよ。ラッシャーさんに帰ってきてもらおう。といった声が上がっています。ラッシャー板前さんは以前、旅サラダに出演していた人気キャラクターで、その復帰を望む声が多いようです。また、中丸さんの謝罪文についても議論が巻き起こっています。どう受け止めたらいいの？触れなかったことに募るファンのモヤモヤといった声も聞かれます。ファンの中には、より詳細な説明や心からの反省の言葉を求める人も多いようです。一方で、中丸さんの妻である笹崎里奈さんの反応も注目されています。中丸さんは謝罪文の中で、妻に対しては悲しい思いをさせてしまい、後悔の念しかございません。妻からは、しっかり自分と向き合って、という言葉をかけてもらいました、と明かしています。笹崎さんは、この騒動の4日前にインスタグラムで旅の投稿をしていましたが、それ以降は沈黙を守っています。ハイカラビデオ。この騒動は、芸能界全体に波紋を広げています。特に、中丸さんと同じカトゥーンのメンバーである亀梨和也さんにも影響が及んでいます。実は、今年3月に放送された番組内で、人気占い師の星ひとみさんが亀梨さんに、転機があると予言していたのです。この予言が、中丸さんの騒動を指していたのではないかと話題になっています。さらに、この騒動は中丸さんの個人的な問題だけでなく、芸能界全体の問題としても捉えられています。過去に不倫報道で批判を浴びた芸能人たちと共通する要素があるとして、世間の怒りを買っているのです。特に、中丸さんの場合は3つの要素が重なっていると指摘されています。1つ目は、結婚したばかりであること。2つ目は、清廉潔白なイメージがあったこと。3つ目は、ビジネスホテルでの密会だったことです。これらの要素は、過去に不倫報道で批判を受けたベッキーさんやファンキー加藤さん、袴田義彦さん、東出昌大さん、渡部健さんにも共通していると言われています。このように、中丸さんの不倫疑惑は、単なる芸能スキャンダルを超えて、社会的な問題としても捉えられています。特に、結婚したばかりの人気タレントが起こしたスキャンダルということで、世間の注目度は非常に高くなっています。一方で、この騒動は神田正輝さんの旅サラダ、卒業という大きな節目にも影響を与えています。長年番組を支えてきた神田さんの最後の放送が、このような形で影響を受けることになってしまったのは、非常に残念なことです。神田さんは、これまで、旅サラダを通じて多くの視聴者に笑顔と感動を届けてきました。その功績は、この騒動によって決して薄れることはありません。むしろ、神田さんの存在の大きさを改めて感じさせる結果となったかもしれません。今後、中丸さんがどのような形で謹慎期間を過ごし、どのようにして芸能界に復帰していくのか、また、神田さんの旅サラダ、卒業がどのような形で行われるのか、そして、旅サラダという番組自体がこの騒動をどう乗り越えていくのか、多くの人々が注目しています。この騒動は、芸能人の私生活と公的な立場のバランス、ファンとの信頼関係、メディアの在り方など、様々な問題を提起しています。単なるゴシップとして消費するのではなく、社会全体で考えるべき問題として捉えることが重要かもしれません。最後に、この騒動を通じて改めて感じるのは、長年にわたって人々に愛され続けてきた、旅サラダという番組の魅力です。神田正輝さんをはじめとする出演者たちが築き上げてきた番組の歴史と、それを支えてきた視聴者の皆さんの思いは、決して小さなものではありません。以上、カトゥーンの中丸雄一さんの不倫疑惑と、旅サラダの神田正輝さん卒業をめぐる騒動についてお伝えしました。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。